はいどうもピオキングです。今日はですね、一発マリオとトロールコースやっていきますが、で今日の一発マリオ、ノコノコカーに乗ったままゴール。このコースですね、詳しく見るを見てみると、もう目の前にゴールがあって、ノコノコカーも目の前にあるだけなんですよ。あのノコノコのね、カートを奪ってゴールすればいいだけの話だと思うんですけど、クリア率がめっちゃ低いよね。いつもの通り普通にはいけないんでしょうね、きっと。まあこのノコノコカーを持って右に行けばいいだけ。なに待って、これは右左、分かった、こ右下左、そうむずいや待って待って、壊れちゃう壊れちゃうって、左左ちょっと壊れちゃうから、それ以上いったら壊れちゃうからむずっけー、ここどうやって行くんだろう。このなんていうのかな、スピードレールっていうのかな、これに乗ったらね、もう左押せないんだよね。行くよ、ほら左も押せないの。だからジャンプしよっか、ジャンプジャンプ、こうジャンプしまくっていく。うまい、うるせえけど、いけ、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっとだ、いけるよ、もうちょっといけるから、いやこれむずい、こっからジャンプ、うわダメだね。どうすればいいんだろう。一旦さ、ノコノコを右に来させておこうか、こっちに来させておいて、やっぱそうなるよね。分かった、ジャンプして左だ、ジャンプして左向いたらいけると思う。これで攻めよう、これで合ってる。うわ惜しい、もう一回行くよ、ほっ、うわ惜しい、もうちょっと先か、はい、うわ惜しいと思うんだけどな、これでダメなのかな。それかジャンプ連打、やったきたまあちょっとね、なんでゴールできたか分かんないんですけど、ジャンプと左ボタンがね、あの鍵っぽいで、ね、はい、それじゃあ次のトロールコースはこのコース。This is not a troll level。これはトロールのレベルじゃないっていう意味だと思うんですけど、トロールを超えた難しさみたいな、そんな感じかな。全然意味わかんないんですけど。それじゃあここは初見殺しこれは引っかかるね。それじゃあ一旦ここはさ、ブロックが通り過ぎてって右にダッシュしていこう。こんな感じでしょ。左はなんかあるのかな、なんもないね。じゃあここは、うわドッスンが降りてきやがったまた降りてくんのかーい。じゃあここはもう振り向かない、右に走っていく、そうこのままダッシュしていい、あそこうるさいんですけどね。じゃあこの真ん中がね、音符ブロックだったね。ここをジャンプして乗り越える、ジャンプ、よし、そんでここでパックフラワーが出る感じだねいや違うね、いやこれパックフラワーでいいのかな、なんて呼んでんのかなみんな。じゃあここは、うわどっち、うわっ魚。それじゃあここどこ行こうか、一番左の、あ土管はあのパックフラワーが出てきたんだね。じゃあここは左の方のドア入っていこう、こっち行きます。うわ絶対なんかここやばそう、ジャンプジャンプ、よしで火にさえ気をつければいけるはず、やったぜなんもねえやんかここ。じゃあ残された場所はこの右のドアしかない、こっちに行きます。そんでこいつら踏んでいこう、おい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 、なんもだじゃあここは左だね、左のこのパックフラワーが出てくるところに土管に入れるはず、こう、あやっぱりか、いや絶対わかんないね。ここは右で走っていこう、なんかまずい気がするよ、あ、何もないね。多分ね、ジャンプしたら何か出てくると思う。あ、何もしないでよかったね。中間ポイントゲットひーじゃあここはバブルが通り過ぎた後に中間ポイント取りに行く。はっ、オッケー、よし。そして次は、どうしよう。なんか土管がいっぱいあるけど、どっかにね、パックフラワー出てきそう。一旦さ、この棒のとこ信じてみる。ここが正解、罠と見せかけてこっちが正解。え、ゴールなんじゃないのこれ。いや違うねあれそこゴールと思ったけど違いました。実はゴールとかなんじゃないの。左から行ってみようか。多分 P ブロックを押して、 P スイッチか、 P スイッチを押して、いや待って、これまずい、これまずいよ、何もしないで大丈夫、オッケー、読めてんだよカメじゃあこのね、鍵ドア入っていきます。次はどんな感じだろうね。じゃあ右かなこっちかな、こっちしかないもんね。あとは、あ、わかった、この P を踏んですぐ左に行く、いやそういうことでしょ罠見つけました、これゴールなんじゃないの。
いや、やめ。じゃあここ P 踏んだらいけない、そういう感じ。ここはね P を踏まなきゃ、あ違う、 P を踏んだらいけないコースだね。こうこう、なーにそれじゃあのドッスンのを気をつけていこう。確かこの場所に追っておいたら大丈夫だったよね、ここ。そしてね B の音が鳴りやんだら右行けるみたいな、そんな感じだよね。さよならドッスン。で一旦ね P は持ってきたんですけど、このまんま P 持っていかなくちゃいけないみたいな、後で必要になってくると思うんだよねこの P。 なんでこの P 持ったまま先に行きます。どうしよう、 P 置いて上に行こう。ここなんかねジャンプしたら隠しブロックとかある感じだよきっと。ここは何もしないで入る、危ねえ怖え。じゃあ一旦右に入ろう、あれやられるやつだ。うわどうしよう、 P 踏んで下に行く、こっちが正解でしょ。右右、うわーいけねえ、 P 踏んだらいけなかったのか。 P を押さないで下に行こう、多分これでスネークブロック乗れると思うんだよね。でスネークブロック乗る、うわブラッパーがいる、待ってブラッパー倒してくれるよね、ブラッパー花ー。じゃあ左入ってみよっか、このノコノコどうにかしたら倒せるんじゃないの、何もしないでいい。さっきのブラパンところで合ってんのかな、このまんま右、よしオッケー。で P をした状態でここまで来たんですけど、何が変わってる、何も変わってないね。今ひらめきました、この左の土管入るじゃん、そしたらね鍵が確か手に入ったよね。この鍵を手に入れてさっきの P のところを通り過ぎる。今鍵を持ってる状態でここまで来たんですけど、鍵戸があるんですよここに、きっとここだね。うわ終わったこっちじゃねえの、うわここ難しくない、あわかった、ここさ何も押さないで土管入るじゃん、そしてスネークブロックに乗って何もしない、こう多分これでいいんじゃないの。そしたらスネークブロックがこっちまで戻ってきて、そうパックンが落とされるでしょ、でスネークブロックがこっちまで戻ってくるみたいな、いや違うのか、パウブロックが落ちてきて渡れるパターンか、むずいって、あ危ない、あ危ねえやられると思った今のジャンプ、オッケー。そしてここはスネークブロックに乗ります、このスネークブロック早いんだよな、絶対もうこの先罠に引っかかる感じがしねえ、大丈夫、きたありがてえ中間ポイントよし、それじゃこのまま進もうか。っていうかさ、このさスキンの背景後ろにスターがあるじゃん、あれめっちゃ可愛いよね。じゃあコインの通り行きます、信じますよ。何、うわここ終わったパターンだ絶対、もう針に当たらない、いけん感じでしょう。一番左二つなんか出てきてくれ、分かってんだよコインだなんて。あ、いやワンチャンあるよ、やったきたナイス救世主。ここは P を一応持っていこっか、持っていっていい、でここで踏め、踏まして、何ゴールがあるのマジかよ、そういうことか、じゃあもう楽勝だね。ここで P を踏んで土管に入ればもうゴールができる感じでしょう。さあやってまいりました皆さん、ゴールの瞬間ですよ、もう拍手の準備しかしてません、やったどうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。